はい、というわけで、どうもシルバです。というわけで、今回もトライ G やっていきます。今回もランスですね。けど0点で、鬼面族あり、鬼面族は、麻痺ですね。麻痺、今回のね、次回予告がなんか砂原を何なんか揺らすもの的な感じのなんかちょっとタイトル、あれなんかクエスト見ないで適当にこんなモンスターだったかなと思ったら、すごい砂原の最終決戦とモンスター間違えてて、なんかラングル2頭とドボルアシュ1頭という、ね、非常に動画にできないようなちょっとモンスターだったので、あれします、違うクエストにします。で、以前からリクエストが来ていました。これだよ、水中闘技場で、なんて読むのかわからないですけど、ハイレンド薬量ですね。また水中嫌いなんですオレンジさん、言ってたか。アイテムは強制薬と飛躍とシビレナーの調合分ぐらいですね。そんな感じで倒せるんじゃないかと思います。モンスターとしてはロワル、チャナガ、ガノトトス、ラギアって感じですね。軽いですね。チャナガブルとかもう動画に出んでええわ。この前出てねえか、なんか。この前相手にした覚えがあるんですけど、気のせいですかね。ちょっと次回、前に戻って見てみないとわかんないですけど。チャナガこの前私の動画出てきた気がしますよね。これ同時じゃないことを祈りたい。祈りたいと、よしよし、同時じゃないようですね。同時だったのはあれか、食事クエストの、あれか、ガノトトスアシと、チャナガブルってやつだったっけ。俺当たらないのかよー。あれ、ちょっとなんかスイッチあれですね。距離感がつかめないですね。今の 100% 当たると思ってたんですけど。で、鬼面族たちには麻痺を取ってもらいます。麻痺、麻痺強化ですね。麻痺強化ってまあ属性、てか強化ですね。属性攻撃強化ですね。あれで、まあ、あれを取ってもらおうというわけ、なんかリッチリッチミチ系よ。うまく言えなかった。痛いです。噛みつきが異常に早い。さすが水中モンスターだけあって、水中の方が生き生きしてるじゃないかよ、ロアル。おい、だがてめえはそんなシャシャリ出てこられるようなモンスターのメンズじゃねえんだよ。かすいモンスターでな、相手にしてくれるハンターがいなくて最近困ってただろうに。だから俺が相手してやるよ。おい、このポンで、そう思いましたけど、まあ、この前あれですね、孤島の大連続戦で出てきましたね、こいつ。で、今思ったんですけど、こいつ相手に強弱グレートを飲むバカがここにいたという話なんですよね。もったいないことをしてしまった。今日、こいつから強弱グレートでも取れるかな。報酬で、ね、競争薬とか来てくれるとありがたやーって感じですけど。来てくれればいいですね。そうすれば今のあぶねー回避できたし、今の強弱グレードがチャラになりますよね。で、これはカウンター付きできるか。できました。よーし、ポンデさん破壊。バナナっぽいとこ破壊です。皮むいたら何が出てくるのか。ルアルドロスーみたいな、ルダロスーみたいな感じなのかな。ちょっとまた今回テンション、酔ったテンションではないですけど、なんかね、テンション高いんです。テンション高いんですっていうか、声が低いですけど、一応テンションは、普通に普通なんで、ね、おい、ひるんだ。なんかもう、お前ら、麻痺、今、一回しか見てないぞ、お前のエフェクト、それ。ザーっていうの。このポンで剥けた具合が、かわいそうですよね、これ。なんか、リンゴの皮を剥いた的な感じの、ね、感じっぽく見えますけど。カウンタッチ当たりません。顔面に、この顔面になんか爪楊枝ぶっ刺すって面白いですね。で、ちょっと行き過ぎました。なんか上になんかお城みたいなのがありますけど、あれなんですか。あれは残り3頭です。あっけなく死にましたね。こっからが問題です。チャナガがもしかしたらある意味一番の問題かもしれないという形でございます。さあ、チャチャよ、その規制は何語なのじゃ。鬼面族語だ。うわ、酸素回復次はなんか落とし物してますが、何かな。
まさかの競争役グレートとかだったり、そんなのあれは、ちょ、ハンター、ハンター、あれあれ落とし物は、あった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 。水中に落とし物が落ちているという。あれー飛びましたー。あ、俺研いでなかったっけ、研いだか研いでなかったかを忘れてしまうという。下に潜る潜る深海に潜る、これ酸素無限なんだ。一回酸素を取っても何回も出てきますよ、的な感じでロアルが消えました。チャナガさんはどこから出てくるのか、いらっしゃいました。なんという登場の仕方だ。これまた気持ち悪い。おっさんよ。殺してやるよ。よくいらっしゃったじゃないか。待ち構えてて。1分間インターバル中はいつも喋ってないんですけど、今回喋ってたんで多分編集してないと思います。1、2でカウンター付きの準備でーす。もうね、なんかテンションが高いとね、プレイがなんかちょっと生き生きしてるというか、いい感じにできるんで、うわぁ、うわ、転がりは怖い。そんなトゲで刺されたら注射の何倍怖いことか。自分は注射あまり好きではないです。当たり前ですが、だからインフルエンザのあれもしてません。これガードできんのかなぁ。インフルエンザの注射もしてません。受験生なのにもかかわらず。ね。そんな病気に負けてたまるかってっていう気持ちが、一番あるんですけど。おぉ年間違えた。危ねえ危ねえ。Uターンしてくることがあるんですね。卑怯な。あれ、こいつ、この、硬い、てか、ハリセンボンみたいなとこを攻撃すると、弾かれた覚えがあるんですけど。気のせいなのか。ちょっと、鼻から息ができないので、息がしづらい。本人が息、ダメージ量がおかしいです、お前。おい。ちょっと、守りの5分持ってきたような気がしたんだけど、てか、持ってきましたけど、気のせいではない。これ研ぐの間に合うか。剣魔術頑張れ。こういう時に2回研いでほしいんですけどね。ちょっとしっかりしようぜ。そこら辺しっかりしろ。なんか上に、なんでそんな上に、お前。水中戦は下から行った方がいい気がするのでいいかもしれませんが、モンスターを下から見るのはエロいですね、とかあれですね、言ってましたね、俺。おれい、ぐさ、ちょっと待てー。体力回復大ありがたい。やはり鬼面族を連れてきたのは正解だったが、麻痺を全然取ってくれないという過酷な現実。なんか、チャチャが、じゃない、カヤンバがピヨっとりますね。大丈夫なのか。できることなら俺のグレートを分けてあげたいぐらいですけど。おーしおし、ヒカリヒカリ。こいつがほら、一番の問題なんですよ。ちょっと上に回避するの、お前。アナログスティック下に入れたらなんで上に回避すん。障害だろ、お前。身体障害者でしょ。はいはい、吸引吸引。ダイソンですね。ある意味ダイソンですね。世界にたった一つの吸引力、ずさ。まあ、あれですね。こいつはタチで行った方が、タチとかで行った方が早いと思いますけど。タチとか、ハンマーとか、早いかもしれないですけど。ウェーイ！えへへい！麻痺！まあ、麻痺が来たら、一瞬だけとてつもなくテンション上がりましたけど、麻痺が来るといいですね。早く終わります。ありがたい。今までのぐだりがすべてなんかちょっともう関係ない感じになったような気がする。今までのぐだりがすべてなくなった気がする。これはカウンター付きの準備いらない。硬いでございます。あー、麻痺が来るんだったよね、これ。思い出した、懐かしい。お前よくな、あれだったな、村クエでこれ使ってて。おい、そうか、こいつも壊したからできないのか、あれが。村クエであれですね、よく麻痺食らって死んでましたね、私。懐かしい。今思えばこいつは強かった。村クエでは強かったが、 G 級ではお前はうんち、うんちっちですね。これは当たりませんよ。なんかちょっと吸い終わってから一瞬硬直したな。 1,2,3 死のうぜ。生きてる価値がないものは速攻死ね。まあ一応鬼面族が麻痺取ってくれたんでありがたいですけどね。少し早く終わると思いますけど。攻撃が硬いんですよ、こいつ。もうなんでこんなに硬くなってしまったかと言いますと、希少種でもないのに困ったもんですね。はい、死にました。ご臨終です。まずいですね。茶長に時間6分ぐらい取られましたね、これ。
ですね。やっぱ言った通り、チャナガが一番の問題なんですよ。これ本当にモンスター的にも、ちょっとあの動画の面白さ的にも、まずいんですよね、ああいうモンスターがいると。で、これは腹に潜る。ハンター、下に行け、お前。下に行け。どこを攻撃している。腹が攻撃したいんですね。腹が弱点なんで。セカンド G の、トトソの腹の肉質は100だったんですよ。マックス、マックス。マックス腹が柔らかかったんですよ。でもなんかトライGになってからね、ちょっと腹の肉質が硬くなっちゃったよ、みたいな感じで。それでもなんかどんぐらいあるんだろう。60ぐらいあると思いますけど。なんか、トトスの肉質はあんまね、気になりませんね。トトスは、刈らないんで。で、なんか、と、あの、タルジー1個しか持ってきてないのに、あ、じゃあね、あの、超古分ないのに、なんでトトスで置いたかと言いますと、これあの、トトスの方がラギアより苦手なんですよね、私、実際。ラギア苦手苦手言ってるけど、実際か、あの、まあ、苦手ですけど、枯れるんですけど、トトスはあの、苦手、っていうか、面白くないんで、とっとと終わらせちゃおう、みたいな。やっぱ自分が買っててね、借りご、ごたえのあるような相手が借りたいんで、こいつの場合ちょっとうざったいんで。で、でもなんかその、目が見えてんのかお前、目白いぞ。死んだ魚って目が白くなりますよね。で、あの、焼いた魚か。焼いた魚の目は美味しいですね、あれ。金目鯛とかの目がうまいですね、あれ。食べたこと皆さん一回はあると思いますけど、死んだ魚の焼いた目うまいですよ。で、冗談つき。噛みつきー！だが、USJ 化のトトスに比べたらお前のダメージなんか変のうんちだ。申し訳ござい。なにすとなんですとなにお前、そんな当たり判定があったのか。素晴らしい。認めてやる。だが、俺様には一歩、及ばずか。倒せればいいですね。USJ 側のトトスよく力尽きたな。最近はもう全然やってないですね。動画上げた時以来全然やってないですよ、USJ 側のトトスは。あれはちょっとね、もうガノトトスということでやる価値がないと思ったんで、やってないんですけど。昼見すぎ。次、鬼面族が昼ませそうな勢いなんですけどね、これ、いつもだったら。トトスにスタンを取り、どんだけ昼むんだよ、お前。やばすぎ。参った！よしよしよし！いい流れだ！今俺があんだけひるましてたから攻撃チャンスも攻撃チャンスが生まれたんだ。素晴らしい。この鬼面族とのコラボですよ。よーし！早いですね、トトス。案外2分半ですよ、トトス。はいえ！すげえ、こんな早く終わるとは思わなかった。あの扉の向こう、陸上競技場じゃないかな。間違えた、ま、陸上闘技場？まあ、普通の闘技場じゃないかな。よし、ラギア行ってきまーす。ラギアこの前登場しましたね。以前は、前回はラギアクルス、アシュでしたね。最近ラギア率が多いですね。まあ、ね、ラギア希少種もやっていこうと思ってるんで、本当に最近はもうラギア率が多いですね。うわーい、ガード！カウンター付きが、水中だといろいろずらされたりして、カウンター付きがね、うまい感じでできないんですよ。うわー、水流が本当にうざい。こいつらの水流は、本当にうざい。水流で困る人は何人いるか。遺体でございます。爆発したでございます。カウンター突き。だが当たらず。これはですね、横に回避するんですよ。で、これこっち側に行けば行けるんですよ。行けるんですよ、これ。なぜか知りません。遺体です。前回ね。前回じゃねえ、前々回だったかな。孤島の大連続戦の時、私ハンマーで何回タックルを食らったこととか、やばいですね。もう数えきれないぐらい、食らってましたね。数えてくれた人がいて、6回ぐらい食らったとか言ってましたね。食らいすぎ笑った。これは1回ついてカウンター付きで安定、安定と安心、アコムさんというね、感じで。おー、爆発！でもう一回こっち向くか。カウンター付き。よーし、いい感じ、いい感じ。ラギアはね、なんかテンションが高いと意外と枯れるんですよ。まさか得意なんじゃねこいつって思う人がいるでしょうが、私はラギアは本当に苦手です。苦手だけど、なんか面白い時がある。今日はなんかラギアめっちゃ借りてる日だわっていう日がたまにあるんですよ。だからその日なんかラギア希少種を5回連続で行ったりとか。5体だったらわかりますけど、5回連続となるとね、すごくねかーっていう感じなんですよね。もういい。わーし、ナイス、まひ。
ありがたいですね、やはり。鬼面塚は素晴らしい。鬼面塚はもう一生の友達。4がね、発売してからもトライ G、なんか、機会があればやっていけたらいいなぁなんて思ってるんですけど。ね、どんだけトライ G 好きなんだよって感じですけどね。けどまあ、たまにはね、そういうのもあってもいいかと思います。さて、そろそろ捕獲できますかね。ラギアは捕獲するつもりです。で、カウンター付きで前に進んで、うわぁ早かったー、ヒーカリだろ、お前今。だからだ。怒り時のタイミングで会うように言ったんだけど、今、ヒーカリですね。卑怯者め。何をしてくださるのだ。あれですね、モンスター攻撃中にヒーカリとかになったりすると、全然、ちょっと回避タイミングがおかしくなりますよね。よーし、これで、ぽいぽいぽいと、投げます。よし。ラギアいい感じ。マジで、10針いけるかなと思っていたんですけど、あれですね、チャナガで6分も打たれるという、この中で一番強いですね、やはり。チャナガが一番強えよ。どういうつもりだ、あいつ。チャナガブラ、攻撃の、どこ攻撃したらいいかさっぱりわかりませんね、あれ。うわぁ、水中闘技場だ。うわぁ、この、うお、綺麗綺麗なんという、あれはなんだ、なんかあっちに、なんか、え、やべえとこか、すげえ綺麗。これ実況できねえじゃん、これ。クエスト受け付けてこられてる。どこに観客いいんだよ。あれか。うわ、ちっちゃい。ギリギリじゃん。ギリギリじゃねえかよ。なんか綺麗な感じで並んでますね。ひささ。サナガブルのひささ。これなんだ。ああ、ガノトトスのか。強制怖いな。最初のロアルドロスのあれの強制役はもったいなかった。反省しています。寒いっすね。足が冷たい。上半身超あったかいんだけど、東京今雨じゃねえや、雪降ってます。横殴りで降ってますよ。やばいですね。寒いですわ。まあ一応部屋暗くしないと直撮りだから光入るんでカーテンとか閉めてるんですけど、それでもまあ寒いですね。このヒーターがなきゃ俺は死ぬ。さてと、というわけで、無事終わりました。なんて読むんでしょうね、これ。狂乱怒涛って読むのかな？乱って読むのかわからない。今日はわかる。怒涛怒涛怒乱狂乱わからないですね。なんて読むのか。まあ多分視聴者さんがまた教えてくれるでしょうという甘い考えです。よーし！はい。というわけで、また次回は、とんでもないクエストいきます。凶暴の果てでは残念ながらないんですけど、はい。リクエストがちょっと多かったんで、はい。閣下激発。このクエスト、教区隊のグランミラスって聞いてて、自分、その長いの嫌いだから行かないとか言ってたんですけど、それだとなんかちょっとチキンじゃねえって思ったんで、ね、皆さん結構リクエストくださるのでね、答えないと悪いんで、ちょっとやっていきます。はい、次回はグランミラス、各過激発の、教区隊イベントのグランミラスやっていきます。さよなら。